緒に作ってたしげるさんとかもそれはやっぱ面白がってたというか一緒に聞いたりしてたんですか。いや当時ね、確かにそれ気になるね、うん、当時みんなからなんか変な人扱いされてたから。YMO でファイアクラッカーやろうっていうのはやっぱテクノミュージックでああいうものをやるの面白いんじゃないかっていうことですか、単純に。まあそうね、カバーというか単純にそうかも、うん、ただし背景はすごくこう世の中の変貌っていうのがあって、はいはいはい、アーケードゲームが知らないうちに巷に溢れててね、うん、はい、はいはいはい、で知らないうちにあの変なアーケードゲームの音楽がついてるじゃん、うん、ピッポピッポ、うんうんうん、これなんだろうと思うわけで、はい、それをこうコピーしてスタジオで作ってみたんだよね、はい、それがあのファイアクラッカーのイントロについてるやつ。へー。